縄文時代に作られた蛇の装飾がついた土器をご存知ですか？茅野市内からもいくつか発掘され、戸狩石縄文考古館で展示されています。今回は蛇の装飾がついた土器、蛇体取っ手付き土器をご紹介します。これは戸狩石遺跡から出土した蛇体取っ手付き深鉢です。土器の取っ手の部分の装飾は、蛇がトグロを巻いているようにも見えます。昭和5年、1930年、宮坂房和先生によって、戸狩石遺跡の発掘調査が始まり、昭和8年、1933年、遺跡の道脇に横たわった状態で発見されました。ひびはありましたが、ほぼ完全な形で発掘され、戸狩石遺跡のシンボルと呼ばれています。また、宮坂先生が特に大切にされていた土器の一つです。茅野市内からは、戸狩石遺跡をはじめ、中っ原遺跡や長峰遺跡、梨の木遺跡など、さまざまな遺跡から蛇体取っ手付き土器が見つかっており、八ヶ岳山麓の特徴的な土器だったことが分かっています。これらの蛇体取っ手付き土器は、平成30年、長野県の特色ある土器として、長野県宝に指定されました。しかし、なぜ縄文人は蛇の装飾を土器に用いたのでしょうか。蛇は脱皮を繰り返して生き続け、多くの子孫を残す生き物です。そのため、縄文人にとって蛇は生命の象徴だったのです。そんな生命の象徴である蛇の装飾を土器に施し、土器に願いを込めたのではないでしょうか。縄文時代の土器には、蛇の他にも様々な装飾が付けられているものがあります。梨の木遺跡から出土したこちらの土器は、イノシシのような装飾が見られます。蛇の装飾と比べると、大変可愛らしい印象を受けます。辻谷遺跡から出土したこちらの土器は、宇宙人のような顔の表現がついています。現在、茅野市立豊平小学校の校門には、戸狩石遺跡から出土した蛇体取っ手付き深鉢の大きなレプリカがあります。戸狩石遺跡のシンボルとして、また豊平地域のシンボルとして、今も昔も存在し続けています。